よかった。7時半の感じしないですか。あ、今？間違いない。どっちもいいよ。エビもなんとか買いました。違うとこだね。調味料。いい買い物できましたか。買い物キャッシュですね。菜箸の代わりに割り箸出てきました。菜箸はないんで。確かに菜箸ないね。はい、肉焼いたりもしないってことでしょ。でも前はやってましたよ、コロナの時は。家でこういうの買ってきて。ああ、もうなんかこう 逆に気にするじゃないですか、そう自分で作る時って。うん、なんか自分でこのバランス考えてやり始めるじゃないですか。やってた時期もあるところ。なんか低温調理器買ってあの、なんていうんですか、あの、よく言うじゃない、筋トレの人が食べるササミ。油ひいてるんです。ササミそうっす、あの、鶏むね肉の、うん、あれを作ってました。上手にできた。いや、まあそれなりっすよね、うん。結構来てますよ、どっちも。これ水でも全然温まんないです。水だね。はい、そうだ、これで学んだね。けど温めてからがいいかもね。お、めっちゃいいやん。そうっすね。ダメだ。ぜひ、なんとかないの。てか、もう換気扇当たないんすか。これね、それやつね。いいやん。もうこの段階で味付けした方がいいんじゃない。やっぱり。そう。どうかんないって。下味。はい。美味しいとこってこういうするんじゃない。美味しいとこってね。行ったことないと分かんない。俺も全然ないっすよ。でもいい匂い。いい匂いっすね。いい匂い。
ちょっとハマりそうじゃない？ご飯作るの。いや、これですね。もうこれと白米でいいんで、であとサラダで切るんで。確かに。分量わかんないんで、多分。いや、ちょっともっと低いと思うよ、俺。いや、でも低いでしたよ、僕。いや、そっちも徐々に来てるよ。サイバスないと不便ですね、やっぱ。サイバス持ってくればよかったね。じゃない？うまそう。でもなんか骨多くない？骨多いですね。多いよ。何そうめんだっけ？神田手延べそうめん。手延べなのこれ？じゃないです。手延べそうめんだ。手延べそうめん。本当だ。神田手延べそうめんと全然まあ合わないですよね。言ったらステーキとそうめんで。間違いない。謎の指はどのタイミングで行きますか？まだ来た。エビボイル？あ、エビっすか。エビボイル。こっち？今度は中でいいや。中で。いい。わからない。エビは、でも、ボイルで入れてます。前、確か。そうなん。焼いてないと思う。入れた方がおいしい。焼けますか、うん、一緒に。じゃあこのじっくりあの肉のタレと一緒に。間違いない。黒いのがなくて。間違いない。いいですか、シェフ。そのあと多分ないよ、これ。だってバーベキューとかでそれ焼くやん、そんなの。いい感じですね。本当に入れてきます、これ。はい、楽しいな。仕方がないものもあります。熱っ。熱っ。びっくりだった。これ何さ、俺ハンダーそうめんの詳しい作り方わかんないですけど。いや、俺もわかんない。肉はいいっすね、だいぶ。そうめんと肉のくらいいい感じっすね。みんなにちょっとやる気ぎ、やる気ぎもまで。いや、サイバってすごいんじゃない？え？サイバってすごいんじゃない？サイバスなんで。すごいんじゃない？サイバス送ってください。ジュース教えます。教える？ジュースはちょっと教えられない。え、なんか楽しくないですか？これだけ？いや、楽しいです。もう肉いってます。これどれぐらいやるんですか？書いてないですよね。違うわ、違う。うわ、なんか懐かしいな、海外でこういうご飯してる感じ。ちょっと入れてもいい？
ったことない、この骨を。エビは？まだ。シェフ。エビ正解じゃないですか。エビ。そうっすね。え、結構太いんだね、ハンナそうめん。自炊しないならなおさら。確かに。これ結構頻繁だから。やばい、めっちゃ美味しそう、ハンナそうめん。この包丁めっちゃいいっすわ。めっちゃいい。火加減がめっちゃいいっす。ジガジガ。これ見てください。めっちゃいい。ミディアム。この包丁がいいっすか、マジで。マジで切りやすいっす。今安かったよね。これから愛用します。これはいいっすね。そう、あ、エビちょっと見てください。オッケーオッケー。米欲しいっすね。この感じなかなか。貴重面だな、この等間隔な感じ。もう一個ぐらい行きましたね。行く？また行く？これ。いやでもちょっと一人じゃ行かない。不安っすね。何が？会話？会話が。塩コショウ必要じゃないですか、シェフ。さっきのあのソースで。買ったやつ。確かに。そうだ。ちょっと使いにくいな。ガス派？ IH 派？俺。徳島は？ガス IH。え？どういう？いや、引っ越したんで。徳島で？3階っすね。え？そうなの？3階、2階っすね。2階。徳島で。なんで。なのでこれゼロにしないといけない。そうだね。男飯みたいな。男だからね。色味もない。間違いない。だから僕玉ねぎとパプリカ提案したじゃないですか。いらない。めんどくささが勝って。たまにいいパプリカめんどくさくないよ。だって切って焼くだけだもん、一緒に。いや、切るのが手間っすか。玉ねぎなんかもすぐだよ。風。風。絶対同じ要領なんですね。確かにこれ料理やる気に見せるな。すみません、洗い物やってもらって。うん？洗い物やってもらって。全然。めんつゆを。とりあえず。洗う？じゃあ洗います。さすがに。さすがに。ずっと前です。じゃあこのまま行く。そこはちょっとネガティブ。さすがに。さすがにちょっと。
けのさ。なかなかいいっすよ。いい。いいいいいい。どこで食べますか。カウンターキッチン。が一番いいっすか。